どうも。ご視聴いただきありがとうございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくりスイカだぞ。本日紹介するのは、お江戸の商売事情よ。江戸の町は、各地から人が集まり、100万人以上もの人が生活をしていた、当時世界最大規模の町。また全国から侍たちが参勤交代により押しかける、経済の大消費地でもあったわ。そうだったよな。だから当然のようにいろんな商売ができ、そして多くの職業が発達したの。従業員が数百人もいるような、大店と呼ばれるお店から、家族経営で小規模の小店、個人で天秤棒を担いで商売をする、ボテフリと呼ばれる行商人。建築業や製造業を担う職業である職人。さらには職人と商人の間を持つ、職商人と呼ばれる人たち。その他にも、医者、船頭、飛脚などの、専門職で生計を立てる人たちもたくさんいたの。今回はその活気ある、江戸商売の雰囲気を味わってもらえればと思うわ。それは楽しみだ。では本日の参考文献、川柳と浮世絵で読み解く、江戸の暮らしから。またこの動画の説明欄に Amazon リンクを貼っておくので、興味のある人は読んでみてね。あいよ。まずは江戸の花形、大店から見ていきましょう。江戸で従業員が数百人規模の大店は、そのどれもが例外なく京都、近江、伊勢などに本店を置く店の支店として始まっているの。意外だな。江戸が本店という店はなかったのか？そうみたいね。江戸は幕府ができたことにより、急速に発展した町。その町に、すでに経済都市として発展していた上方のお店が、さらなる利益を求めて出店したの。だから商売の規模や知識、経験において、江戸からの新規参入ではなかなか難しかったのでしょうね。ノウハウにおいてもかなり差が出るだろうしな。その江戸の大店の中でも、代表格はやっぱり呉服屋さん。江戸時代の、特に女性向けの服は高級品が多く、利益率も高くとても儲かったようね。当然すべて手作りだろうしな。その呉服店の中でも特に有名なのが、現在の三越である越後屋でしょう。この浮世絵の右手前を見てちょうだい。真ん中に3と書かれたマークがあるのがわかるかしら？それが有名な越後屋の印よ。越後屋、お主もあるよの？越後屋の繁盛を歌った川柳でもこんな句があって、駿河町、畳の上の、人通り。これは町の通りの人通りが、みんな越後屋の中の畳まで続いているっていう意味ね。そんなにすごかったのか。越後屋は、1673年に日本橋に開業。その50年で大いに発展したわ。その越後屋が発展した、画期的な商売方法だったのが、掛け値なしという商法なの。今でもいい商品のことを、掛け値なしに、っていうのは聞いたことあるな。当時呉服は、掛け売りという方法が主流で、その場でお金を払わず、支払い期日を決め、その期日に一括でお金を払うという方法だったわ。今のクレジットカードみたいなもんか。クレジットカードみたいに、銀行口座から勝手に引き落としてくれるなんてもちろんないから、後からお店が自分でお金の回収をしないといけなかったのね。それって、むっちゃ手間じゃないのか？その手間をなくす代わりにその分の値段を安くしたのが、越後屋の掛け値なしという方法よ。それで大人気になったというわけだな。ただこれらの大店は、やっぱり値段が高く、基本的には裕福な人たちのためのお店で、庶民が買うのは古着がメインで、もうちょっと小規模なお店ね。大店が並ぶ表通りから、少し横道に入ったところに店を構えているのが、庶民御用達の中店と小店と呼ばれる小型店。その中でも一番数が多かったのが、家族でお店を経営する小店と呼ばれる店。このタイプのお店には、日用品や飲食店などが多く、気軽に利用できるため、独身者の多い江戸では流行っていたのですって。それは素晴らしい。これら商店で働く人たちは、お店の使用人として一番立場の高い、番頭、一般従業員の手代、そして見習いのデッチと、三つに分けられたのね。確かデッチはかなり厳しいとか。そうそう、見習いであるデッチから、一人前の手代に昇格するためには、10歳頃から商家に入り、5年から10年の下積みを経て、ようやく手代になれるというもので、その下積み時代には、住み込みで食事が出るとはいえ、お給料は一切なし。
現代のように土日もなくって、休みはお盆とお正月の数日のみ、時代になり、番頭にまで昇進できる丁稚はほとんどいなかったというわ。現代でもなかなか類を見ないレベルのブラック企業だぞ。ただ今回の参考文献ではないのだけれど、柳田邦夫氏の著書によれば面白いのが、江戸中期では、農村から丁稚奉公に来る子供はたくさんいたのだけれど、江戸の初期では無落で、丁稚というのはかなり貴重な存在だったと指摘しているわ。一体どういうことだ？江戸に働きに来る子供って、どういった子供たちだと思うかしら？そりゃ農村で働き口のない次男三男とかじゃないのか？まあ一般にそうだとされているのだけれどね。柳田邦夫氏によれば、農村の次男三男は、家を継ぐことがないからこそ自由にすることができたというわ。だから地元から江戸に出てきて働くもよし、親から田んぼはもらえないけれど、自分の地元で新しく田んぼを開墾するもよしよ。そんな勝手に田んぼ作っていいのか？そもそも農民の地元を治めている大名だって、そりゃあ働き手が江戸に行っちゃうよりは、地元でお米を作ってくれた方が、自分の大名としての評価が上がるんだから、できる限り地元で働いてほしい、江戸に行かせたくないと思うのは当然でしょう？言われてみればそりゃあそうか。だから江戸時代初期の商家では、農村から丁稚に来てもらうため、逆にあれやこれやをしていたのですって。それが江戸の中期以降では、超絶ブラック企業になっちゃったのか。興味深いわよね。次に紹介するのは、床店と呼ばれた移動式のお店。要は屋台形式のお店のことね。これは以前も、江戸のファーストフードとしてやったよな。そうそう、単身者の多かった江戸では、空いた時間にちゃっちゃと手軽につまめる屋台が流行ったってやつね。寿司に天ぷら、そばに団子、どれもたまらんぞ。この屋台形式のお店の他に、星店という、露店形式のお店もあったというわ。へえ、露店も面白そうだな。次の商売は、ボテフリと呼ばれる行商人たち。絵のような天秤を担いで、実にいろいろなものを、各自の家にまで売りに来てくれる、いわば、江戸のコンビニエンスストアね。このスタイルは時代劇なんかでもおなじみだよな。この商売をするには幕府の許可が必要で、それによると江戸初期で、すでに6000人もの行商人たちがいたのだそうよ。売っている商品も日用品から食料品までと様々。メジャーなのは、お野菜やお豆腐、お魚を売りに来る行商人たちでしょう。逆に変わったものでは、傘の修繕や金魚、シャボン玉や門松にすごろくなど、本当に何でも扱っていたようね。へえ、家にいながら何でも揃ったのか。特にこれから暑くなる時期に人気だったのが冷や水売り。冷やっこい、冷やっこい。こんな掛け声とともに、冷たい水に、ちょっと砂糖や白玉なんかを入れて楽しむ。一杯が4文ほどとお手軽で、これが若者たちの間では、みんなで集まって冷や水を飲むというのがおしゃれだったというわ。ちょっと前のタピオカミルクティーみたいなもんかな。ただ、この冷や水、江戸時代には冷蔵装置なんてもちろんないから、すぐにぬるくなっちゃう上に、どこぞで汲んできた水だから、細菌がいたりして、抵抗力の強い若者ならともかく、お年寄りが冷や水を飲むと、体調を崩してしまう時もあったのですって。お年寄りが若者の流行りの真似をして、冷や水を飲み体調を崩す。そこから、年寄りの冷や水、って言葉があるのだとか。ここからあのことわざが来てたのか。あとはもう一つ、ボテフリで面白いのが、この行商人たちが庶民の時計代わりになっていたということよ。どういうことだ？行商人たちは、とても時間に正確。毎日同じ時間に、うちまで来てくれていたの。そしてさっき冷や水でも言ったように、それぞれの行商人たちが、とても特徴的な売り声で商品を売りに来ていたわ。朝一であれば、納豆屋さんやあさり屋さん。お昼であれば、さっきの冷や水屋さんや金魚屋さんなんかで、江戸の人たちは、そんな行商人たちの売り声を聞いて、時間を知ったと言われているのよ。時計が一般的になかった頃の生活の知恵だな。では今回の最後に、口入れ屋さんを紹介して終わりましょう。おや？上方落語の演目にもなっている口入れ屋さん。他にも、慶安や、人宿などという呼び方で呼ばれていたわ。この口入れ屋を現代風に一言で言うと、要は職業紹介所ね。ふむふむ。江戸の町が急速に発展したというのは、最初ら辺に言ったでしょう？
そんな江戸の町には、全国各地から人が集まり続けたわ。そこで必要となって生まれたのが、田舎から出てきた職を探す人と、人手を求める商家をつなぐ役目として職業斡旋をしてくれる口入れ屋さんなの。この口入れ屋の元祖は、17世紀半ばにいたらしい、大和慶安という人。もともとはお医者だったのだけれど、自分の患者から、職業や結婚を仲介してほしいと頼まれることがとても多かったらしいわ。そりゃあ信仰である江戸の町に、普通はつてなんてあるはずないもんな。そこに目をつけた大和慶安さん。自分で仲介業をやり始め、これが人気を呼び、ついには医者から転職しちゃったのですって。だから口入れ屋のことを、尊敬を込めて慶安と呼ぶようになったってわけ。お医者でありながら商売のセンスがあったんだな。また信仰の町である江戸で、必要だったのが身元保証人。そんな身元保証人の役も口入れ屋は持っていたわ。さらには縁談の仲介や、食料が見つかるまでの間、宿代わりになったりと、江戸において非常に重要な役目だったのね。縁の下の力持ち的な役割だったのか。はい、今回は江戸の商売事情のいろいろを紹介してきたわ。むちゃくちゃいろんな商売があったんだな。この他にも重要なものとして、日本橋と魚河岸があるけれど、これは以前に動画にしているから、興味を持ってくれた人はそっちもよろしくね。これも説明欄に動画リンクを貼っておくわ。江戸の町は、さぞ賑やかだったんだろうな。今回の動画で、そんな江戸の情景を思い浮かべていてくれればとても嬉しいわ。では今回の動画が面白いと思っていただけた方は、動画を作る励みになりますので、高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくだぞ。次回更新予定は月曜日。参加についての深掘り動画をするつもりですのでお楽しみに。それではまたお会いしましょう。さよなら。またなー。